兵庫県神戸市中央区にある昇級である。名称は、明治維新の中で御用商人として活躍し一代で、財閥を築いた大倉喜八郎が、暗用実産の約8000坪の土地を買い取り、その後神戸市に寄贈したことに由来している。2017年現在、大部分は公園になっており、地図上では、大倉山公園と記される。 兵庫県神戸市中央区の西部に位置し、住居表示上は、楠木町七丁目に属する。古くは、安陽寺山と称されていた。大倉山公園及び、神戸市立中央図書館、楠木寺こと、洋山、広し源寺大ん大飛山安陽寺があり、東側には、宇治川が流れている。標高は、かつて55.7メートルとされたようだが、山頂を削って、 公園や野球場にしたため、現在では41メートル程度である。大倉山の名称は、地下鉄台、倉山駅、大倉山ゾーン、大倉山線、大倉山交番など、必ずしも、楠すの基調に限定されず、よく知られた、わかりやすい地名として、行政機関その他で使用されている。大倉山公園は、明治43年に、当時の大実業家、 大倉木八郎の別荘であった土地の寄贈を受けて整備されたものである。昭和50年頃からおおむね現在の姿に近いものになった。面積約7.9ヘクタールの公園で、園内には市内35県人会によるふるさとの森、大倉山公園野球場、神戸市立図書館、児童遊園などがある。また園内には、 多数の彫刻やモニュメントが設置されており、緑と調和した拡張高い公園景観を作り出すとともに、この公園の歴史の深さを感じることができるようになっている。その一つの例に、伊藤博文公銅像台座がある。銅像は太平洋戦争中の金属教室により撤去された。なお、大倉山公園の東側に、西風児童館、西風公民館がある。 神戸市は神戸らしい都市景観を形成している地域や形作っていくべき地域を都市景観条例に定める都市景観形成地域等に指定しており、1985年に神戸駅大倉山都市景観形成地域を指定した。その後、景観法の制定に伴い、同地域は2006年に景観法の定める景観計画区域に移行している。 この中の大倉山ゾーンについては、建築物等の衣装や高さ及び幅の制限などが設けられている。大倉山ゾーンは、大倉山のある、楠の木町から、神戸駅に向かって、立花の2、多門2を含む地域として設定されている。ありがとうございます。